皆さんということで、これは何かと、まあ開けますよ、開けてないのでね。まあ私は知ってます。私がウィニングイレブンのアプリのガチャの生放送をしている時に、視聴者の方が今トレッカさんで闇袋と紙袋売ってますよって教えてくれて、速攻プルル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 ルと買ったやつでございますよ。ほんと皆さん毎度ね、教えてくれてありがとう。もうモグラさんなんかね、くじが出るたんびに、マロンさんとかでくじが出るたんびにですね、教えてくれる。なんて優しいんだみんな。それぐらい僕が人柱になることをみんな望んでいる。ということで今回ももう買いましたよ。何？闇袋もあったし、紙袋もあったけど、私が今回買ったのはこれやで。 WCCF 紙袋1つ5000円。でかいよ。5000円の買い物だからでかいよ。本当にでかい。私の YouTube チャンネルの動画なんて、どんなに収益を上げられる動画だとしても、どうやったってもマイナスなんですよ。どうやったってマイナスだけど、そんなことはいいんだ。楽しめればいいんだ。楽しめればいいんだ。分厚い。え？待って。なんか未開封みたいなの入ってない？え？未開封みたいなの入ってない？なんか。え？そういう系？そういう系だっけ？ちょっと待って、確認しよう。紙袋は大当たりパック確率が 25%。ハズレパックは当店販売価格5000円ギリギリしかいきません。はあ、キラ50枚パック、白200枚パックとも十分ありえます。つらみ、つらすぎだろ。ってことはこれは50枚も入ってないし、まあまあまあ OK、 そこは免れてるね。はい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 、まあ傷折れ等もある可能性がありますっていうのは、まあまあどこも一緒ですけど、危険度いくつこれ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 危険度星10 まあ当たり枠等は書いてないんですね、やっぱり。だから未開封とか未開封とかもありえるんだけど、これはまあ今言ったように50枚とか100枚とかの感じではないから、そこはまず第一段階をクリアしているんじゃねえかということです。いくよ。え？カードが挟んであんな。未開封に。未開封か、これそもそも。え、わかんない。俺紙袋って買ったことあったっけ？あったかな？ちょっとわかんない。ちょっといろんなところでいろんなものを買いすぎても記憶がねえんだ。待って、これじゃあちょっと、え、どうしよう？どうやって開けるこれ。もうすぐスリーブ見たい。いや、ちょっとそこはじらそう。これが未開封の可能性もあるから。未開封だな。せめてこれ1617で丸山チャンスがあると僕は嬉しかったんですけどね。それはもう贅沢か。ちょっと待って待って、もうこの後ろに、この後ろにスリーブのカードあるもん。あ、この後ろじゃないか、こっちか。まあこの辺はいいですよ。この辺はいい。ドゥルム、ドゥルムはいいんだよ。こういう感じか。あ、両方コードついてる。こっちか。こっちからポンってポンってすればカードがポンって出てくる。怖すぎだろこれ。怖すぎだろこれ。なんで未開封に挟んでんだよ。待って、皆さんちょっと見えてるよ。どう？これちょっと一回こうして、こっちから見よう。こっちからコードがついてたんで、後ろのあの横から見ると、ほら、コード付きなんですよ。ってことは最近のカード。待て、ストップ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 。ちょっと待って、これさ、え？1617 FC バルセロナ、ブラジルの国旗。ちょっと待って、これ絶対ロナウドやん。3 2 1ドン。
もう紙袋マジで僕3枚目ですよ、これもう3枚目嘘でしょ。もう1枚はプレゼント企画で行ってしまいました。これは勝ったやつだね。やった。待って、トレッカさんで勝ったのって俺いつだ。多分大会で売り出してた夢袋かなんかでLE ベッカムと何と何が出てきたみたいな時以来じゃない。うおまあ、3枚目だし、これもう1枚は僕用に取っといてあるんで、これはまあもう出しましょうね、もちろん飲んで。次こっち、ちょっと待って待って待って、これ難しいんだよ。あ、わかった、今見えました皆さん、トレッカさんも縛ってくるね。トレッカさんも縛ってくるよ、ユニフォームのあれで。今ちょこっと見えたロゴが。ほら、これバルサでしょ。これ。で、こうやって放射線状にこうなってるから、これスアレスですね。いきますよ。3、2、1、ドン!メッシやんけ!メッシやんけメッシやんけまあ POY だとは思ったけど、1516とは思わな1516とは思わなかったわそういうことかい。ちょっと未開封開けよ、ちゃんと未開封を。未開封じゃねえや、あ、未開封か。こっからとんでもないの出てくるってことはねえよな、さすがにな、さすがにねえよそれは。これは勝ったやつだね。販売価格でいうといくらぐらいですか。1万円ぐらい、もっと高いかな、もっと高い。ちょっと調べてみようか。トレッカさんいくらですか。トレッカ販売価格で5000円ギリギリが外れだから、調べよう調べよう。ロナウド、あ、12230円だ。え、レアルロナウド35,450円もすんの。もしなんかクロスあげるならレアルロナウドがいいみたいなことになってるでしょ今。当てて、メッシはメッシ、 POI メッシいくら、1000円ぐらい。1280円。おお、ってことは13,000-14,000円ぐらい。これはでも勝ち、嬉しい。これまあ僕これ持ってるんで、これ1枚もうすでに要はペースベイ用にね取っといてあるんで、これセットで出しましょう。もちろん今日は、今回はこれがレアルロナウドとかだったら、持ってるバルサロナウドを出してレアルロナウドを僕の懐に入れるっていう可能性もあった。でもそんなことしたらなんかみんなふざけんなって言いそうだから分かんないけど、これは出そう。だって持ってるから。これも持ってるし。バルサ。これでいいんじゃない?クロッサーと、アタック、合わせ。でいいんじゃないですか?左攻めで。これどう?この感じ。皆さん、私やりました。ということで、詳細動画ご覧ください。どうぞ。
これはね、よくやったでしょ。当たり的にはどうなの、中当たりぐらいなのかな。まあトレッカさんのことだから、多分 HOLE のレアルとか MVPA クリスチャーノ・ロナウドとか、まあ、ゴールデンガンもそうだし、入れてった可能性はあるよね。もちろんね、買ってみるもんですね。初めてじゃない、通販で当たったの俺、トレッカさんの。これは素晴らしい。最近地引きでもね、全然いいカード出てなかったからよかった。ただ持ってるカードなんだよ。丸山をください。皆さん、高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますね。それが僕の原動力です。ぜひ参加してください。私に3枚目のバルサロナードが来ました。また次回お会いしましょう。さよなら。